足の願い事は、お金持ち、最強のポケモン、一流の探検家、美味しいものをいっぱい食べる、ひたすら眠る、道具がいっぱい、世界を支配したい。ちょっとね、ま、このひたすら眠ると世界を支配するはちょっと怖いけど。まあ、ここまで来て、これを選ばないわけにはいかないでしょ。一流の探検家になりたい。リッパ今までこれ夢見て散々雑務をこなしてきたんだからな。まあ、ただちょっとなんか、そういうなんかな、神がかり的なものにお願いするんじゃなくて自分で一流になってほしいけどな、リッパに。こういうやつって絶対努力すれば伸びるから。うん。そういう、なんかそういう不思議な力とかで一流にはなってほしくないけど。でもまあ、一流の探検家になってもらうか、じゃあ。本当にそれでいいですか？一流の探検家になりたい。本当にいいんですか？はい。そうです。足の夢、それは一流の探検家になることなんでげす。ん？どうしたの？ビッパさんの願い事は何？どうしたの？願い事がないの？足の夢は、一流の探検家になることなんでげす。一流の探検家？了解。お安い御用だよ。じゃあ、行くよ。わわ、ちょっと待ってくれでげす。ん？どうしたの？確かに足の夢は、一流の探検家になることでげすし。最初はそのお願いをしようと心に決めていたんでげすが、でもやめるでげす。え？どうして？それは、お願いしてなるものじゃないからでげす。努力して、一生懸命、頑張って、掴むものなんでげす。いろんな経験をして、いろんな思いをして、そして少しずつ、大きくなっていくものなんでげす。今回の冒険でそれが強く分かったんでげす。だから一流の探検家になりたいというあっしの願いは、ジラーチには頼まないでげす。そっか。じゃあ願い事は何もないの？まあ、でも欲がないのもいいことだよね。ビッパさんっていいポケモンだね。僕、好きになっちゃったよ。じゃあ、今回は、願い事はないってことで。あ、ちょっと待ってくれでげす。何？欲がないところで、ジラーチに気に入ってもらえたのに、こんなこと言うのもなんでげすが。大丈夫。言ってみてよ。もしまだ願いを聞いてくれるなら、足にも、可愛い後輩が欲しいでげす。後輩？ビッパさんって、ギルドで修行してるのかな？じゃあ、ビッパさんの弟弟子ってこと？そうでげす。足は今回の冒険で、親方様やギルドのみんなに愛されていて、すごく幸せなのがよくわかったんでげす。でも、そこに甘えてばかりなのも良くないなと、も思ったんでげす。だから、足にも後輩が欲しいんでげす。後輩ができれば、足も後輩と共に成長していけると思うんでげす。うん、わかった。ビッパさんのその思い、必ず叶えてみせるよ。本当でげすか？うん。すぐじゃないかもしれないけど。でも、そのうち必ず、ギルドに後輩がやってくると思うから、楽しみにしててね。ありがとう、ジラーチ。本当にありがとうでげす。こうして、足の星の洞窟をめぐる冒険は終わったんでげす。そして今。あれ？セロの目。
なんか腫れぼったいよ。寝不足？え、私の目も腫れてるって。そっか、お互い毎日の修行で忙しいもんね。まだギルドに入って間もないからわからないことだらけだけど、でも頑張っていこうね。本当に後輩たちが入ってきたでやす。あんなに可愛い後輩たちが、しかも2匹も、ジラジ、本当にありがとうでやす。あしも先輩としてセロたちには負けられないでやす。さあ今日もギルドの修行頑張るでやすよ。はい。そんな感じでね、ちょっと、すごい、最後ね、いい話になって終わるということで、その、ビッパもこんな辛い思いしてたんだなっていうのを、感じてね、まあ僕も、ちょっとやめとくか、そうですね、ポケモンもなんかこう苦労してるんだなって、もうただのバカキャラかと思ったけど、実はこういうね、なんか裏があったということで、はい、可愛い二人の後輩をね、手に入れて、はい。うまくいって、まあこれからね、まあ二人の冒険がまた始まっていくということで、はい、そんな感じでスペシャルエピソード、ね、ビッパの願い事、これで終わりでございます。はい、お疲れ様でした。ちょっとね、予想以上にね、パートがかかってしまってね、びっくりしました。はい、じゃあそれではね、まあもうこれからすぐ、ノーマルの方のパートに戻っていこうかなと思っております。はい、ちょっとね、スペシャルエピソードもうちょっと早くやった方が良かったなってね、若干思っておりましたが、はい、そうですね。まぁちょっと今度からは、まだ多分ビッパだけじゃないと思う、ビッパだけではないと思うから、その他のキャラクターのエピソードも出たらもう出次第すぐ、スペシャルエピソードやっていくっていう感じでやっていった方が多分もっと話にのめり込めるというか、いい感じになるのではないかなと、はい、思っております。うん。まあ、ちょっとご視聴ありがとうございました。結構長めのね、ジラーチがね、ジラーチっていうかあのダンジョンがね、やっぱりちゃんとしっかりレベ上げして、てかレベ上げしてもあれ、フラフラの種手に入れてなかったら正直言って、あのジラーチには勝ててなかったと思うんだよな。そう、だから、レベルを上げても運ゲーっていう、この、ね、すごいダンジョンでしたね。まあ、ぜひぜひ皆さんも買ったらですね、ちょっとま、苦戦しながら、苦戦するかもしれませんが、ぜひぜひ、ま、やってみてはどうでしょうか。はい。こんな感じで、ビッパ、エピソードビッパ、終了ですね。これも、ボタンを押していいのかな？いや、OK、押さなくても大丈夫かな。スペシャルエピソードで獲得した、お金と道具を銀行と倉庫に預ける手続きをします。472銀行。そうなんだ。手に入れたアイテムを、これ、預けてくれるんだ。いいっすね。預ける手続きがすべて終了しました。冒険を記録しました。はい、終わりましたね。ちょっと俺、本編何やってたか忘れちゃったよ。これ、かなり長かったな。まあ、とりあえずちょっとつけてみるか。